全国にあるこだわりのご当地食材を使って新しいご当地グルメを作っちゃう。ご当地いただきます。はい、第2弾ご当地いただきます、始まりました。大西先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回も道の駅高根沢元気アップ村にお邪魔しております。高根沢ジェラートって書いてますね。はい、絶対美味しいじゃないですか。可愛いお店ですよね。ジェラート、ジェラート、あ、可愛い、可愛い、いろいろありますよ。わあ、美味しそう。人気ナンバーワンってどれですか。いちごミルクになりますね。やっぱり後味がもうすごいさっぱり、ミルクも濃厚だし、はい、いちごの香り、うん、豊かですね。実はこちら、うん、高根沢町のお米をベースに作られたジェラートなんですよ。え、お米ですか。そうなんです。あ、本当だ、はい、無添加ってことで安心してお召し上がりいただけます。栃木県はお米の名産地なんですよ。そうなんですね。はい、ちょうど稲刈りの時期なんですよ。お米っていうことですね。そうなんです。見てください。いや、綺麗、のどかですね。もう金色に輝く稲穂ですね。はい、美しい。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回は特別に稲刈りに挑戦していただこうと思いまして。嬉しい、初めてです。わー、とにかくね、手を切らないように気をつけてね、はい、株を持って下だと手を切っちゃうから、うんうん、ちょっと上気味で、うんうん、こう自分の方に引くように。わー、早い、一気に、すごい、一瞬で取れた、はい、せーの、あ、硬い、いや、体勢が逆、え、体勢逆、こっちに入って、こっちに入って、こっちに入る、そうそう、せーの、よいしょ、怖い、足、よいしょ。ほら、ほら、よしよし、そう、気をつけて、はい、わー、見てください、この稲穂、この品種は、これは栃木の星っていう品種、栃木の星、大城祭の時に納めたお米と同じお米、あの天皇の即位の特別な献上米ということで。献上米なんですか。はい、噛めば噛むほど甘みが出てくる。だから粒が大きいから、うん、負けないんで、丼物とかカレーとか、そういう味がつくようなものにも、はい、栃木すごいですね。栃木はすごいですよ、ね、米だけじゃなくて何でも美味しいから。はやっぱり、昨日買っても今日はお米になっちゃった。あ、すごい、もう新米だ。そう、新米、バリバリの新米。うわ、まあ、特別持ってっちゃってください。え、うわ、いいんですか。プレゼント for you です。嬉しい、お米大好きなんですよ。ありがとうございます。石塚さん、ありがとうございました。ということで、今回実は特別にこちら、うん、なんだかわかりますか。なんか見たことのないキノコですね。そうなんです、こちらキノコではあるんですけれども、はい、栃木県や福島県などで採られているコウタケというキノコなんですよ。すっごく香りがいいと。すごい香りが、はい、すごいいい香りなんですけれども、はい、幻のキノコって言われてるんです。幻のキノコ、色味が良くなりますよね。パッとオレンジが入ることによってね。ではこちらのコウタケなんですけれども、はい、お水につけて戻してあります、うん、このコウタケってどこに手に入るんですか。ネットで買えます。あ、ネットで買えるんですか。はい、ネットで買えるんです。もう今ほんと全てネットで買えちゃいますね、はい、何でも買えちゃいます。とっても珍しいキノコなのでね。なんか触ったことない質感ですね、はい、今回
回こちらのお米はしっかり研いだ後、はい、30分以上お水に浸しておきます、はい、その後しっかりとお水を切ったものをご用意ください、はい、ではお鍋の中にお願いします。入れていきます、はい、しっかり水切りしたお米が入ります。次はお水ですね、はい、先生今回は何合分ですか。こちらは4合で今回は炊いていきます。4合、はい、はい、たっぷりですね、調味液を加えていくんですけれども、はい、長時間放置せずに必ずすぐに炊飯することですね。炊く直前に合わせるということですね。はい、そうなんです。お米の表面にその塩分が詰まってしまって、はい、その炊き上がりがちょっと固く仕上がってしまうことがあるんですね。軽く混ぜ合わせましょう、はい、そうしましたら先ほどのお野菜を加えていきますが、はい、この時も火の通りにくいものから順番に加えていきます、はい、まずは人参を散らしていきましょう。そして香茸ですね、はい、全体に散らしてください。いい香りですね。はい、最後に舞茸も上にしっかり散らしていきましょう、はい、もう秋の味覚、はい、いただきますという感じですね。そうしましたら、うん、今から加熱していくんですけれども、はい、まず沸騰するまでは強火で、うん、いや本当これ横から見ると面白いです ね、 ね、こうなるんだっていうのが見れて面白い。お米の一粒一粒よく見えますよ、はい、お米の場合はかなりしっかりと沸騰させた方がいいので、うん、完全沸騰になってから弱火にしていきますね、うん、いい香り、いい香り、うん、きのこの炊き込みご飯って、うん、正直、ね、作ること多分あると思うんですけれども、うん、やっぱり香茸が入ることで、うん、香りがなんかやっぱいつもと違いますよ ね、 ね、もうこれぞ郷土の味覚いただきますって感じですね、はい、しっかり沸騰を全体にしてきたんじゃないでしょうか。してきましたね、はい、ではちょっと弱火に。香茸のかきたま汁を作っていきます、うん、ここでも香茸が登場ですね、はい、では玉ねぎは薄切りにスライスですね、はい、スライスですね。でお水の段階から入れちゃいます。はい、お水の段階から入れていきます、はい、そうしましたら、うん、一口大に切った香茸ですね、はい、香茸入れていきます。お水のままで、はい、玉ねぎはやっぱしっかり火入れた方が甘くて美味しいですよね。そうですね、柔らかくなってね、うん、美味しくなりますよね。玉ねぎに火が通ってきましたので、うん、味付けといきましょう。はい、お酒と、はい、お醤油、はい、そしてお塩少々入れていただきます。塩、香茸の戻し汁も少し加えていきますので ね、 でね、はい、はい、しっかり溶いていただいて、そして加えるときには、はい、火が緩いと、うん、どうしても卵が濁ったかきたま汁になってしまいますので、必ずしっかり沸騰した中に加えていきます。わ、綺麗。あ、美味しそう。先生、はい、先ほど入れた片栗粉って、はい、とろみをつけるわけではないんですね。そうですね、卵をこうふわっと仕上げるために加えてますので、あのもう目に見えてドロッとした感じのとろみがつくわけではないんです。炊き上がりの合図が来ましたね。じゃあ、はい、火を消しますね。はい、はい、火を消してここから蒸らし、はい、その前に枝豆を煮ていきますね、はい、一旦中にますよ。はい、あ、綺麗、ね、彩りがさらに綺麗になりました。はい、はい、ではまた蓋をしていただいて、はい、ここから蒸らしの時間を10分。あ、なりました。できた。では開けてみますか。はい、オープン。はい、綺麗、めちゃくちゃいい香り。美しいですねこれ、ちょっと、はい、炊き込みご飯と香茸のかきたま汁完成しました。イエーイ、楽しみ。さて今回はですね、道の駅のイタリアンレストランで働く小滝さんに来ていただきました。
らっしゃいました。ではいきますよ、ご当地いただきます。ちょっと香りがすごいんですよ。コウタケの香り、そしてマイタケの香りもいいですね。とても美味しいです。あ、はい、よかった。粒が大きいのですごく炊き込みご飯にも合うなと。しっかりご飯にも香りが移ってますね、うん、はい、もう一粒一粒からコウタケのキノコの香りが美味しい、またこの栃木の星も美味しい、はい、もうこのお米にハマっちゃいます私、うわ香りが、わあ、いい香り、うん、もちろん玉ねぎの甘い香りもしますけども、コウタケの香りが、あ、優しい味わい、お出汁がよく出てますよね。きのこと卵の相性が抜群ですごく美味しいです。小滝さん、はい、お料理ってされますか？お料理は少しずつやるようにはなったんですけれども、うんうん、何かきっかけがあるんですか？もうすぐ結婚をするので、わー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。花嫁修行ということで、はい、まさか、え、あそこで立ってるのが、はい、ちょっと気になってて、ね、さっきから彼氏さんですか？はい、あー、素敵、おめでとうございます。おめでとうございます。え、彼氏さんはお米農家で栃木の星を作っていまして。ああ、そうだったんですね、はい、で、そのお米で作ったお酒を本日持ってきてくれています。地酒っていうことですよね。なんていうお酒ですか？宝石っていう。宝石、ちょっといいですか？宝石、かっこいい。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。すごい香り、フルーティーな香りですね。フルーティーですね。わあ、飲みやすい。キリッとした中に甘みもあって、ね、ありますね。すごいすっきりした後味で、はい、美味しいですね。美味しいですね。ありがとうございます。自慢ですよね。自慢ですね。素敵。美味しいお米をね、作られていて、結婚を決めた決め手は。笑顔が素敵。わあ、もちろんですね。いただきます。栃木の星を秋の炊き込みご飯で。ご当地。